エモエモ。こんにちは、エモコです。今回は新型の iPad Air をレビューしたいと思います。 iPad は4種類もあるので、どれを買うか迷われている方も多いのではないでしょうか。それぞれの特徴をざっくり説明すると、一番高性能なのが iPad Pro で、一番安いのが iPad、 一番小さいのが iPad mini なのですが、 iPad Air はこれといった特徴がなくてちょっと地味ですよね。違います。実は iPad Air はプロと同じくらい高性能なのに、価格が安く抑えられていて、一番コスパが高い iPad なんです。そこで今回は、私がなぜ Air を選んだのか、どうしてコスパが高いのか、他の iPad と比較しながら詳しくレビューしたいと思います。それでは開封していきましょう。箱のビニールが剥がしやすくなってますね。お菓子の箱みたい。じゃーん、いきなり本体が出てきました。本体の下にはライトニングケーブルと説明書があって、説明書の下に電源アダプタが入っています。本体のフィルムを剥がします。おー、かっこいい。電源オン。初期設定は iOS11 以降の端末を持っていれば、クイックスタート機能で簡単に設定できます。設定が終わりました。次に Apple Pencil を設定します。 iPad Air は第一世代の Apple Pencil に対応していて、ライトニングコネクタにつなぐだけでペアリングできます。この状態でペンの充電もできます。それでは本体を詳しく見ていきましょう。エモエモ。まず外観ですが、Air というだけあって薄くて軽いですね。新しい iPad Pro や iPhone はホームボタンが廃止されて顔認証になりましたが、 Air は指紋認証になっています。見た目は第2世代の iPad Pro 10.5 インチとほぼ一緒ですね。プロからカメラやスピーカーなどの一部の機能が省かれていますが、そのおかげでプロ並みの性能なのに、プロよりも大幅に安くなっていて、とてもお得感があります。カメラはプロの12メガピクセルから8メガピクセルに抑えられていますが、画質は結構綺麗です。というか、普段 iPad で写真を撮ることがないので、カメラの性能はこれくらいで十分かも。廉価なカメラになったことで、レンズの出っ張りがなくなったのも良いですね。スピーカーはプロだと四方にあるのですが、 Air は下の2つだけになっています。以前使っていたプロの音が綺麗だったので、これはちょっと残念です。ただスマホと比べるとスピーカーが大きいので十分いい音だと思います。ディスプレイの性能はプロとほとんど一緒で本当に綺麗です。自然な発色を再現するトゥルートーンや、視差がほとんどないフルラミネーション加工で、お絵描きはもちろん電子書籍や動画、ゲームも綺麗な絵で楽しめます。一番安い iPad はこの辺りが大幅にコストカットされているので、画質にこだわりたいけどプロはちょっと高いという方にも Air はおすすめです。 Air で省かれたプロモーションという機能について簡単に説明すると、一般的なディスプレイが1秒に約60回画面を書き換えるところを倍の約120回書き換えることで、画面の表示や Apple Pencil の描画がスムーズになる機能で、意識して見比べると確かにスムーズになっています。ただ一般的なディスプレイや液タブにプロモーションはついていませんし、パソコンの液タブでお絵描きしていても遅延は特に感じられないので、お絵描きや動画の視聴くらいならプロモーションがなくても大丈夫かなと思います。もちろん iPad Air も遅延は特に感じられません。 iPad Air は Apple Pencil の第2世代に対応していないので、第1世代を使います。第2世代はペンの側面をダブルタップして鉛筆と消しゴムを切り替えられたり、本体にくっつけて充電できるなど使い勝手が良くなっています。ただ第1世代にもメリットがあって、このような鉛筆用のグリップが付けられるので、長時間お絵描きするときに手の負担を軽減できます。第2世代は鉛筆用のグリップをつけるとダブルタップや充電ができなくなるので、あえて第一世代を愛用するクリエイターさんも多いみたいです。第一世代の充電方法は見た目が面白いのでよくネタにされるのですが、普通にケーブルでも充電できるので、このようにケーブルを挿せる状態にしておけば本体に挿すよりも楽に充電できると思います。 CPU は最新の iPhone と同じ A12 Bionic が採用されていて、荒野行動のような 3D ゲームも最高画質でサクサク遊べます。一番安い iPad は CPU が3年くらい前の A10 Fusion なので、価格は安いのですが、 iOS のアップデートが Air より早く打ち切られてしまうと思います。なので少しでも長く愛用するなら、できれば Air を買った方が良いと思います。先ほど説明しましたが、ディスプレイもプロ並みに綺麗です。エモエモ。
保護フィルムや保護ケースなどのアクセサリーは iPad Pro 10.5 インチのものがほぼそのまま使えます。 Apple Pencil がツルツルして書きにくいよという方は画面に保護フィルムを貼ることで書き味を調整できます。保護フィルムにはいろいろな種類があってそれぞれ一長一短があります。ペーパーライクタイプは紙に書いているような書き心地で書きやすいのですが、ペン先の消耗が激しいです。画面も少し白っぽくなります。アンチグレアタイプは光の反射を抑えて映り込みを防止できますが、こちらも画面が少し白っぽくなります。ブルーライトカットタイプはブルーライトを軽減して目に優しいのですが、画面の青みが抑えられて少し黄色っぽくなります。高光沢タイプは光をよく通すので色がほとんど変わりませんが、その分周りのものが映り込んだり画面がツルツルして書き味が少し落ちてしまいます。私は色味を重視して高光沢タイプを選びました。高光沢タイプには傷を修復してくれるものがあるので長く使いたい方はそちらを選ぶと良いと思います。保護ケースはお絵描きするならこのようにスタンドになるタイプが良いと思います。レポートや文章を書きたい人のために純正のスマートキーボードも用意されています。専用のスマートコネクタで簡単に接続できて、このようにディスプレイを保護するカバーにもなります。本体の色はグレー、シルバー、ゴールドの3色で、私はディスプレイの枠が黒いグレーを選びました。枠が黒い方がお絵描きアプリの白いキャンバスとの境界が分かりやすいと思います。白い枠もおしゃれで可愛いのでお好みで選んでみてください。 Wi-Fi モデルとセルラーモデルの違いですが、セルラーモデルは携帯キャリアの SIM が登録できるのでお外でも iPad だけでネットに接続できます。ただスマホのテザリング機能を使えばスマホのネット回線を iPad と共有できますし、私は屋内での使用がメインなので Wi-Fi モデルを選びました。最後に本体のストレージですが、 64GB と 256GB の2種類が用意されています。 iPad で写真やビデオを撮ったりゲームをたくさん遊びたい人は 256GB を選ぶと良いと思います。私のように iPad のカメラを使う予定がなかったり、お絵描きや動画の視聴がメインの場合は 64GB で十分だと思います。ということで今回は新型の iPad Air を他の iPad と比較しながらレビューしてみました。もともと iPad Pro として売られていたものがベースになっているので、カメラやスピーカーなど一部の機能は省かれていますが、プロ並みの性能なのに価格が安く抑えられていて、とてもコスパが高い iPad だと思います。おさらいすると、一番高性能なのが iPad Pro で、一番安いのが iPad、一番小さいのが iPad mini で、性能と価格のバランスが良く一番コスパが高いのが iPad Air ということで、よかったら参考にしてみてくださいね。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄にまとめておきます。それじゃあまたね。参考になったよという方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。